皆様お待たせいたしました。本日はお忙しい中、第6回伊藤園健康フォーラム緑茶による健康寿命延伸への新たな視点、慢性炎症の抑制にご参加いただき誠にありがとうございます。本日司会を務めます海賀美代子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は新型コロナウイルス感染予防対策として、スタッフも最小人数でイベントを実施しています。ご参加の皆様にはライブ配信という形でイベントをご覧いただいており、ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解ご協力のほどお願いいたします。またステージ上では十分にソーシャルディスタンスを取り、アクリルパーテーションを使用してまいりますので、登壇者はマスクを外しての登壇とさせていただきます。こちらもご理解のほどお願いいたします。まず YouTube をご覧の方々にお願いがございます。本日のフォーラムをご覧いただき、疑問に感じたこと、また先生に聞いてみたいことなどがございましたら、チャット欄にて質問事項を募集しております。自由にご記入ください。いただいた質問についてはフォーラムの最後にいくつかの質問にお答えをさせていただきます。皆様のご意見お待ちしております。また YouTube の概要欄にてアンケートフォームをご用意しております。ご回答いただきました方には、もれなく抗菌効果のあるカテキン加工を施したナイロン不織布を使用、緑茶から生まれたカテキンマスク5枚入り1セットを送付させていただきます。ぜひご回答のほどよろしくお願いいたします。さらに本配信のアーカイブは YouTube に残りますので、そちらもご覧ください。続きまして、 Zoom をご視聴の報道関係者の皆様にお願いです。 YouTube 配信終了後、 Zoom にてご参加の報道関係者の皆様を対象に質疑応答のお時間を設けております。ご質問のございます方は、Zoom 上音声で質疑応答のやり取りをさせていただきますので、お時間となりましたら Zoom 上で挙手をお願いいたします。何卒お願いいたします。はじめに、株式会社伊藤園中央研究所所長衣笠仁から主催者挨拶をさせていただきます。それではお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました株式会社伊藤園中央研究所の衣笠と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、皆様方の周りで日常的に、ああ疲れたとか、どうもやる気が起きないとか、よく寝たのにどうも疲れが取れないなと、こういったようなことを耳にすることはありませんでしょうか。最近では新型コロナウイルスに感染された方々が、その後遺症によってこういったようなことが現れるというふうなことを聞いたことがあります。ではこの原因は何かと言いますと、その原因の一つに慢性炎症というのが関わっているのではないかというようなことを言われております。ではこの慢性炎症とはどういったものかと言いますと、肥満などによって体の奥底で小さな炎症が起こります。この小さな炎症はすぐには体には影響は及ぼしません。しかしこれが慢性化してしまうと、徐々に徐々に体に悪影響を及ぼすというようなものです。なかなかこの言葉だけではご説明できない部分がありますので、この慢性炎症について簡単に動画にまとめてまいりましたので、後ほど皆様にはご覧いただきたいと思います。今回のこの健康フォーラムでは、この慢性炎症に注目をいたしまして、その実態を知ることで、その予防方法や改善方法などについて、お茶でどのように有効的に治すことができるかというようなことを有識者の方々と一緒に考えてまいります。最後になりましたが、
この YouTube のこの講演の内容によって皆様方の毎日の生活の質がより向上するようなことがあれば、我々としても非常に嬉しく思います。それでは短いお時間ではございますが、ぜひ最後までご視聴いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではこの慢性炎症についてのまとめました動画の方をぜひご視聴いただければと思います。炎症とは、体内の異物や異常な状態を取り除き、体を元の状態に戻すための防御反応。炎症には2つの種類があります。急性炎症と慢性炎症。喉の痛み、口内炎、皮膚炎などが急性炎症。症状が出てから短時間で治まるのが特徴です。一方、多くは無症状ですが、炎症が長期にわたって治まらず、時には免疫の暴走などを招くのが慢性炎症。慢性炎症によって免疫細胞が過度に活性化すると、生活習慣病や老化の加速を引き起こします。過度に活性化した免疫細胞から放出された物質は、全身のさまざまな器官に飛び火、慢性炎症を引き起こし、脳梗塞、動脈硬化、がん、糖尿病などが進行します。慢性炎症の原因の一つが肥満です。特に内臓脂肪に含まれる脂肪細胞が深く関係しています。内臓脂肪が多くなるに従って脂肪細胞も大きく膨れます。すると脂肪細胞にマクロファージなどの免疫細胞が過剰に集まります。そして炎症を誘発する物質サイトカインを放出します。炎症を誘発する物質サイトカインは血管を通じて全身に届けられ、さまざまな疾患を引き起こします。その一つが動脈硬化。動脈硬化のポイントとなるのが白血球をはじめとする免疫細胞。白血球には異物を食べて排除するという役割があります。異物の一つが悪玉コレステロール。血管の壁に傷がつくと壁の内側に潜り込みます。すると白血球から変化した免疫細胞マクロファージも壁の内側に入り、悪玉コレステロールを食べて排除します。さらに免疫細胞マクロファージは炎症を誘発する物質を出し、仲間を呼び寄せ炎症が続きます。炎症が慢性的に続くと免疫細胞の暴走は止まらず、炎症を誘発する物質を過剰に放出することになるのです。血管の壁に集まった免疫細胞は悪玉コレステロールを食べ過ぎると死んでしまう。死んだ免疫細胞はコブとなって
さらに炎症を引き起こします。次第にコブは大きくなり、血管の詰まりの原因になります。衣笠所長の挨拶に続き、慢性炎症の VTR をご覧いただきました。続きまして、基調講演のお時間です。まずは静岡県立大学食品栄養科学部特任教授、富士の国未来教育センター長合田俊直先生から、生活習慣病の予防の鍵を握る慢性炎症のコントロールをテーマに講演をしていただきます。合田先生、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。静岡県立大学の合田でございます。本日はこの生活習慣病と慢性炎症との関わりについてご説明したいというふうに思います。最初にこの生活習慣病を、現在ではですね、非感染性の慢性疾患をすべて表すということになっておりまして、非常に広い概念になっております。で、これがそれぞれお互いにどのような関係になっているか、ちょっと最初に拾っておきたいというふうに思います。現在の健康日本21第2次の中では、この生活習慣病は一番上位に肥満とメタボリックシンドロームがあります。で、ここに血糖の上昇のコントロールがうまくいかない病気である糖尿病、さらに血液中の脂質濃度が異常になった状態、脂質異常症、こういった状態がベースにありまして、これが複数のものがお互いに集まって動脈硬化のリスクを非常に高める、さらに血圧も上げるということが起こります。で、ここから現在の我が国における死因の上位を占めているいくつかの疾患が起こってくるということです。死因の第2位は心疾患、死因の第4位は脳血管疾患、第1位は悪性新生物がんです。で、このようなものの発症には現在炎症というものが関わっているという説明ができるようになりました。それをこれからご説明したいというふうに思います。メタボリックシンドロームの一番上位にあるこの肥満なんですけれども、特に内臓脂肪が蓄積する内臓脂肪型肥満が重要であるということになっています。これが上位にあります。で、これによってこれそのものが内臓、この後申し上げますけれども、肥満細胞から起こる慢性の炎症ということが、さまざまな次々といろんなものを引き起こすことになるわけです。これがさまざま代謝の異常ということをもたらしまして、例えば血糖のグルコースが細胞に取り込むという機能を障害させる、これも炎症の一つのあり方です。それによってインスリンがうまく効かない、血糖値がコントロールできないというようなことが起こって、その後高血糖の状態、脂質異常の状態、血圧が高いという状態が全部合わさって、次のステップである慢性の疾患、脳血管疾患や、あるいは慢性の腎臓病症というようなものが起こる。で、この合併症が起こる、あるいは病気がどんどん進展していく、進んでいくという過程でも、やはりこの炎症ということが必ず関わっています。で、この予防するためには、特に今日のテーマはですね、食事の中にこれを予防するような工夫ができないだろうかということです。病気になってしまえば医薬品等々でそれを治療ということで考えますが、炎症をコントロールする治療法ももちろんありますが、本来であれば通常の食生活の中からこの炎症が進まないような、そういった工夫ができないかということが重要だというふうに思います。はい。今日は特に焦点をですね、3つ挙げたいというふうに思います。1つはこの肥満やメタボリックシンドロームというものと、それから慢性炎症との関わりの中でインスリンがうまく効かないということをについての説明をしたいというふうに思います。で、その後この炎症の引き金となるもう一つの重要な因子として、
血液中に血糖値が急に上がってくるという状態、これが実は私たちの体にとってみると異常な状態が起こったというふうに、白血球が応答するということを説明したいというふうに思います。最後に抗酸化ということが従来から言われておりますが、これが実はこの炎症と関わっている、抗炎症ということと関わっているという説明の仕方をしたいというふうに思います。まず肥満メタボリックシンドロームとの関わりということです。内臓脂肪の蓄積というものと、それから皮下脂肪の蓄積というこの2通りの肥満のタイプがあるということを多くの方も既にご存知だというふうに思いますが、この中で内臓脂肪に蓄積する肥満を起こす細胞、脂肪細胞がですね、やはりここのところが非常に肥大化してくると大きな問題が起こってくるということになっています。で、内臓脂肪型肥満は特に男性に多いという特徴がありまして、動脈硬化のリスク、すなわち生活習慣病がどんどん進んでいく原因として極めて危険なものであるということなんですね。皮下脂肪に比べると非常にそういったものの内臓脂肪の脂肪細胞は非常に活性化しやすく、これから申し上げるさまざまな免疫反応を起こさせるような物質をたくさん分泌しているということから、この内臓脂肪に蓄積している脂肪細胞に焦点が当てられています。で、先ほどのご説明の少しありましたけれども、この脂肪細胞がどんどん肥大化する、これはある意味では、本来私たちの体の中では起こりえない、そこまでのたくさんのエネルギーを脂肪細胞の中に蓄えてしまっているという言ってみれば異常な状態です。で、この異常な状態を実は微小な環境で考えると、一個一個の細胞にとってみると酸素が欠乏していたり代謝がうまくいかないとかっていう異常な状態に置かれている。で、その異常な状態になったものを、なんとか修復しようとして白血球が集まってくる、これがこの病態の基本にあります。ここでは白血球が集まってきて、好中球、さらにマクロファージが集まってきてそこにたくさん入り込んでいるという絵がありますけれども、このように入り込んでいった状態のところから実は慢性炎症の巣ができるということですね。ここからいろんなものが起こってくるということです。で、ここでは、最初はインスリンというものによく効く、血糖のコントロールができるような脂肪細胞がたくさんあるんですけれども、肥大化して異常になってくると、ここではインスリンがうまく効かない、すなわち血糖のコントロールができない、グルコースをうまく取り込めないというような細胞に変わります。で、この時に、この細胞のところでは炎症が起こっている。この炎症のポイントは活性化された免疫細胞がたくさん集まってきて、いろいろな異常な物質、サイトカインという異常な物質がたくさん出ているということです。で、これは血液中に流れ込んできますから、この脂肪細胞以外の体中のさまざまな臓器のところにその影響が及ぼす、全員にその影響を及ぼす、これが非常に重要なポイントだと思います。骨格筋や肝臓にも作用して、インスリンの効きが全身に悪くなるというようなことが起こります。血糖の上昇が起こり、体糖の低下が起こり、糖尿病のリスクが上がってくるというふうに説明ができるわけですね。で、この炎症が起こっている現象を細胞の中で考えていますと、ポイントはですね、白血球が活性化しているということです。で、この白血球の活性化のメカニズムはある程度分かってきていますが、この中で重要なことは外からやってきたこの白血球に対する最初のシグナル、これいろんなものがあり得るわけです。脂肪を含むものをたくさん取ってしまった、血液中に有利脂肪酸が非常にたくさんあると、そういう状態を最初にキャッチした、この免疫細胞は、それによって細胞の中である異常な状態ができる。多くの場合には活性酸素が異常に増えてしまったというようなことが起こります。で、それが一度起こりますと、その細胞の中でここに書かれているような、複数の経路で、情報が核の中に入ってきます。核の中に入ってきます。で、核の中には、あ、これは大変だと言って、この細胞がさまざまないろいろな、他の細胞に、その情報を伝える。今異常な状態が起こっているということを伝える物質を出す。これが炎症性のサイトカインと言われている物質です。で、コロが出ると、ここでは TNFα
主要エシ因子でありますとか IL-1β、インターロイキンの 1β、 これが一番最初に起こってくる炎症の最初のものですから、こういったものが書かれていますけれども、これが一度外に出ますと、すぐ近くの、この免疫の細胞にもそれが影響を及ぼして、爆発的に次々とこれは加速していくということになります。このように一度炎症が起こり始めると、それがどんどん増幅してくるというところが、ここの非常に重要な問題だというふうに思います。で、次はその血糖上昇の話なんですけれども、食後高血糖が重要であるという話を少ししたいというふうに思います。従来、糖尿病のコントロールの場合には血糖値を下げるということを一つの目標にしてきました。例えば、空腹時の血糖値を測ってそれが低いかどうかで判断をしよう。さらに、糖をふかした時の2時間後にきちんと元に戻っているだろうか、インスリンの抵抗性はないだろうかという見方をする、体糖脳の障害の、検査というものも一般にやられています。糖尿病の診断であります。それから現在は、糖尿病の診断あるいは治療の効果を見るためには、24時間平均的に血糖値がどういうふうになっているのか、というものを見る指標である糖化亜型のヘモグロビン A1C というものを測定することがあります。でこれは24時間の血糖値があればいわば平均値を見ているということなんですね。ただ私どもがその15年ぐらい前にやった研究によると、実はその血糖値が急に上がるということによって血液中の白血球の中に遺伝子発現が急に上がるものがある。トップ10を調べてみると、これは全部炎症に関わっているということです。すなわち血糖値が急に変化するということは、白血球にとってみると異常な状態が自分のすぐ細胞のすぐ近くに現れたということを意味しているというふうに判断することができます。そうするとそれを見るための指標としては、断続的な食後高血糖を見るような指標、血糖値のスパイクが危険でそれを見るような指標が必要ではないかということになると思います。でそれで見たものがこういった、先ほど申し上げたインターロイキンの 1β や TNF-α という炎症を誘発する物質、サイトカインというものです。でこれはこの実験ではですね、こういう動物のモデルなんですけれども、ある薬剤を少し投与しておきますと、飲水の分泌が少し障害してくる。ですから空腹時のレベルは高くなりません。空腹時は低いレベルなんですけれども、食事をするたびごとに血糖値が急に上がる、そういうモデルができます。でこのラットのモデルにですね、初糖の溶液を1日に1回だけ与えるということをします。それ与えた時だけ血糖値がポンと上がってまた元に戻るということですね。これを7日間やりますと、この薄くなっているところのように7日間でこの両方のサイトカインのレベルが2倍に上がっています。すなわち1日に1回血糖値が急に上がるというようなことをしただけでも、この白血球は活性化してしまうということを意味しています。でさらにこの初糖を投与して3時間後という状態を見ますと、3時間でこのレベルが2倍に上がります。すなわち白血球は短時間で活性化されて、このサイトカインを物質を放出するというふうに短期のものもあるのだということです。短期的な食後高血糖によってこれが起こる、食事を食べることにこの活性化が起こる可能性があるということを意味しています。これは動物のモデルですから、人でもどうなのか調べていました。糖尿病の患者さんにですね、血糖値の振幅を小さくするような薬を投与します。これを投与して12週間ですね、3ヶ月後です。そうしますと、白のもの非常に高い振幅があるところが平準化してきます。ピークは小さくなり、下のところは上に上がるので平均は変わらないんですけれども、この振幅が小さくなってくるというわけなんですね。でそうするとインターロイキンの 1β とそれから TNF-α どちらも発現が低下しています。すなわち、血糖値の平均だけではなくて、この、急に血糖値が上がるということ
が極めて危険であるということです。でこれは糖尿病の患者さんでありますけれども、一般に生活している方々の調査もしてみました。でそうしますと、検診を受けられた方、男性で40歳代から60歳代の男性です。でこの方々の、血液中のこのサイトカイン分かってみたんですね。これで IL-1β という炎症を誘発する物質、サイトカインです。そうしますと、肥満の方は非常に、もともとですね、この IL-1β のレベルは高いと。ただそれが血糖値が上がる集団であれば、血糖値の高ければ高いほどこの上がり方が高いということであります。これが肥満が起こっていなくても、空腹時の血糖値が高ければ高いほどこの IL-1β すなわち炎症という状態が起こりやすくなっているということを示しているということです。この血糖値が高い低いは別に赤くなるわけでも痛みを増すわけでもありませんから、本人は何も気がついていませんが、知らないうちに炎症が起こりやすい、慢性的な炎症が起こりやすい状態になっているということを意味しています。まあ、血糖のコントロールをするということ、血糖が上がらないような食事をするということ、これが重要だと思います。ここに食べる速さとこのサイトカインの濃度の関係がありますが、この調査の中では食べる速さは速いですか、普通ですか、遅いですかという質問の仕方をしたものがあります。でこれで調べてみますと、早く食べるってご自身で自覚されている方の血中のこの炎症性サイトカインのレベルは高いです。すなわち血糖値が上がりやすいような生活をスタイルを持っているということで言えると思います。でこれを先ほどの図でもう一度説明いたしますと、血糖値が高いというシグナルはこの免疫の細胞に異常な状態として伝わり、そこからこの炎症を解消するそのシグナルとなるサイトカインの放出が起こるということになります。で一度それが放出されますと、それが免疫の細胞にまた働きかけて、次の細胞がまた活性化する、でまた次の細胞が活性化するというふうに、どんどんそれが増幅していって加速度的に炎症が起こってくるということですね。でここに加速度的に炎症が起こってくるということは、外部から細菌の侵入があったり、ウイルスが侵入があったり、そういう感染症の場合には必要なことです。短期間でそれをに対して抵抗してそれを排除するという機能を考えたときには、こういう一度入ったシグナルをどんどん増やしていく、増幅していくということは非常に意味があるんですけれども、体の中で起こっている血糖値が急に上がった、あるいは脂肪細胞が肥大化してしまったというようなことは簡単には変えることはできないので、繰り返し起こっていることですから、それによってこう爆発的にそれが繰り返し繰り返し起こっているということは、体全体にとっては少し障害をもたらすということになります。炎症はもともと兆候としては赤くなったり腫れたりですね、痛みを伴う、そういったことが基本なんですが、もう一つの兆候として機能を低下する、機能を抑制してしまうということがあります。言ってみればこの炎症がの反応が起こることによって、機能が少し落ちてくるということが体全体の臓器で起こるということを意味していると思います。糖尿病の合併症の一つには血管の大血管障害というものがあります。でそれもその症候の高血糖が何度も繰り返し起こることによって、動脈硬化が進みやすいだろうということを説明できるようになりました。症候の高血糖がスパイクが何度も起こることによって、白血球が活性化してきます。でそうしますとそこに内皮細胞にも働きかけて、内皮細胞からはここにマクロファージが集まってくるようなものを呼び寄せるような接着因子というものを作らせる、そこに単球や好中球というような活性化したものがやってきますと、それがくっついてですね、ここで炎症を起こし始めるということになるということです。ですから少しでも傷があるような血管がありますと、そこをめがけてさまざまな炎症が起こりやすい状態ができてますから、体全体で血糖値が急に上がるというような異常なことによって白血球が活性化されていれば、少しでも異常なものがあればそこに向かってさまざまな炎症が起こりやすくなっているということを意味しているというふうに思います。
はい、それではこのようなその慢性的な炎症というものをどのように したらいいのかということになります。これまで多くの研究は酸化ストレスあるいは酸化障害というものが病気と関係があると言われてきましたけれども、そこと炎症との関わりがあるということが分かってきました。例えばアトルム性の動脈硬化という病態は LDL コレステロール悪玉コレステロールが多すぎることが非常にいけないリスクになるんだというふうに言われておりますけれども、これが LDL が高いだけではいけません。でこれが酸化障害を受けて酸化型の LDL となって、自分とは違う異物というふうに判断した免疫細胞が集まってくることにポイントがあるわけです。ですから酸化障害を起こしやすいような活性酸素がたくさんあるような状態、それをとどめることができなければこの酸化型の LDL のような異常なものが、血管の内皮のところに起こり、それをめがけてマクロファージが集まってきて、そしてそれがそこで慢性の炎症を起こして泡沫化してアテローム性の動脈硬化の病変ができるんだということですよね。で酸化障害がこのような形で炎症の最初の引き金になってくるというようなことが言えます。例えば、こういったものにですね、この炎症が起こったときにそれを抑制できる方法として、この抗酸化性の食品成分、これも多くの場合には抗炎症性の食品成分という性質を持っているんですけれども、緑茶のカテキンのエピカルカテキンガレートというものを、例えばこれ動物のモデルですけれども、投与する実験であらかじめ高脂肪食を使ってですね、体中の免疫細胞の活性化を起こしておきます。慢性の炎症を起こしているという状態ですよね。でその状態で血糖値を上がるような状態にしておきますと、酸化ストレスから慢性の炎症が進んでいって、その状態は血液中のサイトカイン、あるいは白血球が発現しているサイトカインのレベルで評価することができます。でそのような評価法でエピカルカテキンガレートをさまざまなものと振ってこのラットに食べさせてみるという実験をしたことがあります。そうすると分かったことはですね、ある一定のレベルのところまで上げていくとどんどんこの炎症の状態が抑制されるということです。で重要なことは血糖値はやっぱり上がってるんです。食事だと血糖値は上がってるんです。上がってるんだけれども、その結果として起こると予想されている炎症ができない、炎症が抑制できている、サイトカインの暴発を防ぐことができるということです。これをどんどんこの緑茶カテキンの濃度を上げていくとですね、今度は逆にそれが抑えられてくる、炎症が抑えられなくなってくるということがあるので、適量っていうのはあるというふうに思います。でこのように、高血糖によって、末梢血の白血球は活性化されるんですけれども、その慢性炎症はこういった、抗炎症性の食品成分によって抑制することができるということです。戦略的にですね、例えば糖尿病例に挙げたいと思います。これを防ぐための食事の戦略を考えたときに3つの戦略があります。で1つは、最初の2つはですね、インスリンの抵抗性をできるだけ起こらないようにするというやり方で、1つは、内臓脂肪の蓄積を防ぐということですよね。でこれは肥満を起こさないという方法ですから、一般によく考えられているやり方で、しっかり運動しましょう、身体活動を上げましょうということと、それから食事の量をコントロールするという考え方が重要です。で2つ目はですね、これは同じように食事の量をとっても構わないので1回1回の血糖値を上げにくくするような食事に切り替えませんかという考え方です。多くの場合には血糖値の上昇は主食からきます、穀物からきます。ですから穀物の消化吸収の速度を下げるような工夫、例えばパンであると全粒粉を使う、それからお米の場合には大麦を少し加えてみる、そういった工夫によって糖質の消化吸収速度を抑制するっていう工夫は生活の中、食事の中でもできます。これ2つ目の戦略です。で3つ目の戦略は、どうしても食事の度ごとに血糖値がやや上がる、これ仕方のないことですから、その場合そういうことがあってもそこから先に行くようなサイトカインが暴発するようなことを防ぐ、ということで炎症の途中のところでそれを止めるような、食品成分、
先ほど申し上げたお茶のカテキンのような抗酸化性で抗炎症性の食品成分、こういったものが食品の中にたくさんありますから、そういったものを使うということになります。慢性炎症をこのような形で、抑えられる工夫はいくつかできるというふうに思います。そのことからすると、食事はいろんなものを摂っていることに非常に大きな意味があるので、それからすると食事の量の問題と、それからいつ食べるかという問題、先ほど早く食べるのがいいかないと申し上げましたが、このタイミング速度の問題も重要ですが、もう一つ質の問題があります。野菜をしっかり食べる、それから肉ばかりではなくて魚も摂る。魚にはこれは炎症を抑制するような N-3 系の脂肪酸があります。ですからそういった面でも魚の重要性があります。積極的に摂る内臓脂肪を食べないような食事というものを調査していきますと、そのような質の良い健康な食事というものは、その中に含まれているものはこれまで日本人が摂ってきたものが非常に多いことに気がつきます。大豆の製品でありますとか野菜類、魚の類、果物、海藻、そして緑茶です。こういったものの中で野菜、果物、緑茶、これはことごとく抗酸化、抗炎症の成分をたくさん含んでおります。ポリフェノールというような形で総称することもできると思いますが、食事からやってくるポリフェノールの8割は飲料から来るもので、日本人はその半分を緑茶から取っています。かなりのポリフェノールは緑茶から取っている。これが慢性炎症の抑制におそらく効いているだろうと推測されます。最後にですね、こういったものをどう、生活スタイルならどう考えるかということなんですけれども、生活習慣病は長く時間をかけて徐々に進行してくる。この慢性炎症という状態であっても痛くも痒くもないです。肥満の方はどこも痛いとは思わないので放っておきます。でもそれはこういう慢性炎症でさまざまな次々と機能を失うようなこと、いろんな臓器に起こしているということをやっぱり知っておく必要がありますから、できるだけ早くからこれを防ぐという考え方です。一人一人が個人の努力でそれが起こらないようにセルフケアをするということが基本だと思います。食事を見直そうということですよね。慢性炎症の抑制、まず食事だと思います。である程度進行した状態で2つの考え方がありまして、次の病気になる前に一人一人の食事をきちんとチェックをして、それに対して、かなり手厚く指導をして変えてもいただく。日本中でやっている特定保健指導はそのようなやり方でやってきました。その中にもかなり食事の切り替えによって次のステップに行かないようにすることができると思います。でもう一つは医療の側から待ってるだけではいけないだろうという考え方があって、もっともっと医療を、予防的に病気になった方が病院に来る前にさまざまな医療として施せないかという考え方があります。これを先制医療というんですけれども、先制医療のターゲットと従来から言われてきたものはアルツハイマー型の認知症と糖尿病です。この2つはすでに病気が診断された時点よりもはるか前にいろんな兆候が起こっているはずなので、その時点でそれを拾って先に進まないように、場合によっては薬によって、場合によっては、運動処方によって、場合によっては栄養処方によって医療的に介入できないかという考え方があります。そういうふうに考えると、この病気になる前にいかに一人一人が、自分の健康の課題を注目してそれを抑制するようにできるか、それからするとこの慢性炎症を抑制するということは極めて重要な考え方でありますから、一人一人がそれに対してどのやり方でそれをコントロールしたらいいかを考えていただきたいというふうに思います。私の話は以上でございます。どうもご清聴ありがとうございました。九州大学大学院農学研究員、失礼いたしました、静岡県立大学食品栄養科学部特任教授、富士の国未来教育センター長合田俊直先生から、生活習慣病の予防の鍵を握る慢性炎症のコントロールをテーマにご講演をしていただきました。合田先生ありがとうございました。続きまして、九州大学大学院農学研究員生命機能科学部門食糧科学工学講座
食糧科学分野主幹教授立花博文先生から、チャカテキンによる慢性炎症抑制のメカニズムをテーマに講演をしていただきます。立花先生、よろしくお願いいたします。こんにちは。九州大学の立花と申します。今日のフォーラムでは、タイトルにもありますけれども、緑茶に含まれますカテキンがですね、慢性炎症を抑制すると、でさらにその仕組みについて、ご紹介させていただければなと思っております。ここのスライドには、実は人類がですね、お茶の健康機能というものを古くから実は、感じ取ってたというようなことを2つの歴史書で、示したいと思います。一つは、もうすでに唐の時代にですね、茶経というような書物には茶の効能に関する記述がございました。でさらには我が国では鎌倉時代に、英才禅師は喫茶養生記にて、茶は養生の煎薬なり、炎霊の妙術なりというようなことも記載されておりまして、まあ、なんとなく健康にいいということは私どもは感じてたということだと思います。でそれが実は私ども最近のこの科学の力で、緑茶は確かに健康に対して いい効果があるんだなということが分かってまいりました。でここにずらっと書いておりますけれども、例えば抗がん作用、抗肥満作用から始まりまして、血圧上昇抑制作用と、非常に本当さまざまな健康に対していい効果があるということが、さまざまな研究から明らかになってきました。でさらにですね、ここに赤字で少し色分けしましたものは、今日の、主題であります慢性炎症がその病態の基盤となっているということであります。申しましたように抗がん作用や、今日後ほど詳しくご説明申し上げますけれども、抗肥満作用ですね、そういった作用に実は慢性炎症が深く関わっているということであります。ではどうしてそういった緑茶に、健康に対するいい効果があるのかということで、その関与する成分というものを見てみますと、ここには緑茶に含まれます成分の組成を、ざっくり載せておりますけれども、特徴的なのはカテキンというものが緑茶には豊富に含まれていると、乾燥重量あたり 10% ものが入っているということであり、さらによくよくこのカテキン類をですね、調べてみますと EGCG と呼ばれるカテキンが約半分ほど含まれていると。で実はこの EGCG というのは私どもが日常摂取する食品には緑茶にしか含まれておりません。非常に緑茶に特有な成分でして、渋みのもとでもあると。でさらには研究を進めますと、どうもこの EGCG が健康維持増進にすごく深く関わっている重要な成分だなということが分かってまいりました。でそこでですね、今日はその緑茶のカテキンがそもそもなんで私どもの体にとっていいのかという根本的な仕組み、それを私どもたちの体細胞一個一個がカテキンを感知するという観点でお話しするということと、そのカテキンがですね、実は慢性炎症、いわゆるいろんな病気の元となる慢性炎症もどうも抑制してくれそうだなと、でさらにその仕組みについてご紹介申し上げたいと思います。でまずカテキンがどうして私どもの体にいい効果を及ぼすのかということです。で実は私は食品の、含まれる成分の、健康に対する効果と広い分野で調べておるんですけれども、分かってきたことは、いろんなさまざまな食品の健康維持増進作用っていうものは、やっぱりそもそも私たちの体にその成分が入ってきて、まず入り口といいますか、その成分それぞれを私どもの体細胞が感知するという、侵入をキャッチするということが非常に重要であるということであります。実はそういう考え方は、私どもはですね、いろんなもの、外敵や異物、いろんなものにさまざまな刺激に対応しているということから、理解ができます。
最近流行りのコロナウイルスとかですね、インフルエンザウイルスとか病原細菌とかいろんなものから私どもはさらされてるんですけども、まあ、こうやって無事健康で生きられているのはそういったものをキャッチする、例えば病原体センサーといえば、これ後ほど出てきますけども TLR トールライクレセプターといいますけれども、そういうセンサーですね、タンパク質が私どもの一個一個の細胞に備わってきちっとですね、自然免疫系、実はこれ炎症なんです。まずは炎症がちゃんと起こることが大事であって、でうまく対応できればそれで炎症を収まってしまいます。まあ急性炎症ですね。そのような考え方に習えば、私どもの体にカテキン維持し、これも実は私どもの体から見れば異物でして、私たちの体に本来ないものですね。でそういったものがなぜか入ってきて、私どもはいろいろ健康に対する効果が出てくるっていうのは、すなわち私どもの体細胞一個一個がカテキンをきちんと感知してるから、入ってきたってことを侵入を、知ったことによって、そういった健康増進作用が出る。ではそういうセンサーとなるべきものは何なのかということで、私ども20年前ほどから研究を進めておりまして、実は、ここに書いてますけども、67キロダルトンラミニンレセプター、まあ、略して 67LR と言いますけれども、そういう分子が細胞の表面にあってカテキンをキャッチしてるんだということが分かりました。いかにそのカテキンセンサー 67LR が重要であるかということをこのスライドでお示ししたいと思います。そもそもこのセンサーが見つかった経緯としましては、このセンサー分子 67LR があると EGCG の抗がん作用は出てくるんですけれども、このレセプター 67LR がもしがん細胞の表面にないと、カテキンは全く抗がん作用を示し得ないということを示したデータです。すなわちこれ、ほくろのがんをですね、ネズミに移植して、口から、水もしくは EGCG 入りの水、いわゆるお茶ですね、そういったものを飲ませた場合に、まあ、確かに EGCG 入りの水を飲ませるとですね、腫瘍の成長をこのように緩やかにすることができる。あ、なるほど、抗がん作用、がん細胞の増殖抑制作用があるなということがご覧になろうかと思います。ところがですね、このがん細胞の表面にある 67LR をあらかじめ減らすということをしてしまいますと、もはやそのがん細胞のに対してですね、口から投与した EGCG は抗がん作用、抗腫瘍作用が出てこないということです。だからいくらお茶を飲んでもですね、受け手側、それを受け取る側の私たちの体や細胞にこのセンサー 60NR がないとカテキンは効かないということなんですね。そういったことを示したデータであります。まあ、そういったことから、まあ、今からもう18年ほどになりますけれども、私ども含めていろんな世界中の研究者がどうもカテキンが効くためにはこの 60LR というものが非常に重要な働きをしているなということ、例えば抗がん作用もしかり、血管内皮を調節する、あるいは先ほど郷田先生も、おっしゃってましたけれども、インスリン抵抗性にかかるような作用ですね、あるいは抗アレルギー作用、さらには抗炎症作用、こういったさまざまな作用が EGCG が発揮するためには 67LR という分子が非常に重要な働きをしているということであります。で、慢性炎症なんですけれども、先ほど来、強調させていただいておりますけれども、がんや肥満、糖尿病、動脈硬化、こういったさまざまな病気のに共通する病態ですね、病気ではないですけども病態として、実は慢性炎症が重要な鍵を握っているということが分かってきました。で、カテキン、緑茶がいろんな生態調節作用を示すということを最初の方にご説明申し上げて、一方慢性炎症もさまざまな病気の基盤となっている、であればカテキンはそういう、慢性炎症です、病気の元となる慢性炎症にも実は働きかけてるんじゃないかなということであります。ということで、慢性炎症に対してどうなるかなということを調べてみました。で、これは先ほどの、郷田先生のご説明にもありましたけれども、まず私どもいわゆる過食やですね、もので、脂肪細胞がブクブクと脂肪をですね、油を蓄えて太って、まさに脂肪一個一個の大きさが大きくなるんですけれども、それによってですね、実はマクロファージと言われるような細胞がとにかく集まってまいります。
それによって慢性炎症というものが起きまして、さらにはインスリンの効きが悪くなるようなサイトカインというものがだんだん出てきて、それがどん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 進んでいってしまうということなんですけれども、このスライドは少しちょっと見づらいんですけれども、ちょっと聞いていただきたいんですけれども、いわゆるそういうふうに脂肪を蓄えすぎた脂肪細胞から飽和脂肪酸と呼ばれる、例えば牛脂とかですね、ラードとかに多く含まれる動物性の脂に多く含まれるそういった脂肪酸がたくさん出てきています。でそれがですね、2番糖ライコデセプト、先ほど申しましたけれども、実は病原細菌とかウイルスのセンサーとしても働く糖ライコレセプターっていうのは、実は飽和脂肪酸のセンサーでもあって、実は飽和脂肪酸があたかもウイルスが入ってきたかったように細胞を刺激してしまいます。それによって炎症応答が起きます。3番ですね。で何が起こるかと言いますと、実はこの脂肪細胞からマクロファージ自分のところに来なさいっていうふうに呼び寄せてしまう因子 MCP1 って書いてますけども、そういうふうに誘因因子というものが出てきて、マクロファージが脂肪細胞に集まってしまうということが、先ほどのマクロファージがやってくるということの仕組みであります。で寄ってきますと、この脂肪飽和脂肪酸が直接このマクロファージにも作用し始めて、でマクロファージにもトールライクレセプター4がございますから、そこに脂肪飽和脂肪酸がくっついて炎症をジャッジしてしまう。それによって TNFα ですね、先ほど郷田先生からもお話ししたんですけども、インスリンの効きを悪くしてしまう抵抗性をジャッジする TNFα というサイトカインをバン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 出し始めるということが起こります。ということは、このまずマクロファージが脂肪細胞に集まるところを防ぐこと、でさらにはそもそものこの脂肪は脂肪酸とかいろんな炎症が起きる、例えば TLR4 というこの分子が活性化されるところを抑えることができれば慢性炎症が防げるだろうということが予想がつくことなんですけれども、ではカテキン EGCG はどうなるかということです。でこれはですね、この白い方の棒グラフを見ていただきたいんですけれども、これ脂肪組織にいるマクロファージをですね、顕微鏡で観察しますとですね、まあ、大体こんな感じ、ここ二十数個いるという状態ですね。それに、ネズミ、これネズミの視点なんですけれども、脂肪を含んだ、たくさん含んで、かつ、諸糖もたくさん含んだ高諸糖高カロリー食ですね、高脂肪食高カロリー食、そういったものでブクブク人工的に肥満にさせたネズミの脂肪組織にはですね、このような感じです。まさにマクロファージがたくさん集まってくるということが観察されます。ところがその餌の中にあらかじめ EGCG を含ませた餌を与えたネズミでは、そういった脂肪組織へのマクロファージが集まってくるという現象が全く観察されないということが分かりました。ちなみにここにはデータを示ししておりませんけれども、実際にこの時の条件下で EGCG 入りの餌を食べたネズミでは肥満が抑制されているということです。すなわち肥満を抑制するということと脂肪組織にマクロファージが集まるということを抑えるということが同時に起きていたということなんですね。でその仕組みとして、実は 67LR という先ほどのセンサーですね、カテキンセンサーをノックアウトした、いわゆる発現を人工的に止めたマウスで同じような餌を与えました。そうしますと、確かに高脂肪高脂肪食入りの餌を与えたので、こうやってマクロファージがどんどん集まってくるんですけれども、先ほどですね、正常なネズミでは EGCG の餌を食べてればマクロファージが集まるところはなかったんですけれども、 67L がないネズミにいくら EGCG 入りの餌を与えても、こういったマクロファージが集まってくるということを抑えることができなかったということです。すなわち 67LR という分子が備わってないと、いくら EGCG を食べても飲んでも高肥満作用が出てこないということなんですね、ということが分かりました。というふうにカテキン EGCG は 67LR を介して、脂肪組織に、マクロファージが集まってくるというところをまずちゃんと抑えてくれるということが分かりました。
でもう一つ炎症反応そのものを実は EGCG っていうものはきちんと抑えてくれるということであります。でこれはその時のデータなんですけれども、先ほどは飽和脂肪酸のお話はしましたけれども、もっぱら研究では、細菌由来のリポポリサッカライドっていうもので代替することが多いんですけれども、その LPS でマクロファージを刺激しますと、先ほどは何べんも出てきてます TNFα というですね悪玉なサイトカインがピョーンと出てまいります。それを EGCG はきちんとこのような形で酸性を抑えてくれるということですね。でその仕組みなんですけれども、ここに TRIP という名前のついたタンパク質がございますけれども、このタンパク質は、飽和脂肪酸や細菌由来のリポポリサッカライドを受け取るところまではいいんですけれども、その後の細胞の中で、TNFα を作りなさいっていう信号をですね、細胞に命令を発する過程を、止めてしまう、止めてくれるタンパク質です。これトリップと言います、いくつかあるんですけども、その中の一つです。でその信号を止めてくれる、炎症反応をストップさせてくれるタンパク質の発現量を EGCG はですね、極めて少量かつ、大体、EGCG を作用させて60分1時間ぐらいで、ちゃんと作ってくれるようになります。すなわち、緑茶に含まれます EGCG は、炎症が起きているそこの現場におきまして、この TRIP というですね、炎症のシグナルを止めてしまう、そういった働きをするタンパク質の量をドンと増やして信号を止めるという作用が分かりました。で実はもう一つ大事なことは、そもそものこの飽和脂肪酸や LPS をキャッチする、直接結合するトールライクレセプター4という分子の量そのものも、劇的に減らすということが分かりました。当然ながらここが減れますと、いくらここがたくさん細胞の中、体の中に入ってきても、細胞マクロファージに作用しえませんので、炎症シグナルは弱まるということは理解できるかと思います。でその仕組みとして、実は TLR4 という分子をですね、減らす、ちょっとここがちょっとややこしいのでもう省略しますけども、端的に言えば TLR4 という分子を減らすRNF216 というまた別のタンパク質を細胞に作らせると、 EGCG は作らせるんですね。それによって EGCG によってたくさん出てきた RNF216 が TLR4 を一応分解の方に持っていくんです。減らす方向に働いてます。いわゆる、これはもう最後のまとめのスライドですけれども、緑茶に含まれます EGCG は 67LR という分子の結合いたします。そうしますと、ちょっと いろんな段階を経るんですけれども、今日のこの抗炎症作用というメカニズムで申しますと、実は TLR4 とも同じ細胞の膜表面にあるんですけれども、このトリップというタンパク質をたくさん作らせることによって、この炎症の信号のこの辺の途中の段階をまず止めると。もう一つはこういう炎症を引き起こす飽和脂肪酸やその LPS みたいなものですね、そういったもののセンサーである TLR4 の発現を減らすと、ダブルですねの効果で炎症を強力に抑えてくれるということが分かりました。ここを抑えることに強いては TNFα というような悪玉のサイトカインの産生を抑え、強いてはインスリン抵抗性をが起こるところを防いでくれて、メタボリックシンドローム予防につながるということが私どもの考えていることであります。ざっとなりますけれども、これで私の話を終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。九州大学大学院農学研究院生命機能科学部門食糧科学工学講座食糧科学分野主幹教授の立花博文先生から、チャカテキンによる慢性炎症抑制のメカニズムをテーマにご講演をしていただきました。立花先生、ありがとうございました。では続きまして、登壇者全員によりますパネルディスカッションのお時間とさせていただきます。ここで改めてのご案内となりますが、 YouTube のチャット欄におきまして質問事項を募集しております。
本日のフォーラムをご覧いただき、疑問に感じたこと、また先生に聞いてみたいことなどがございましたら、自由に記入をいただき、いただいた質問についてはフォーラムの最後にいくつかの質問にお答えをしてまいります。ぜひ皆様のご意見お待ちしております。それではここからはパネルディスカッションのお時間です。まずは私からご登壇いただく皆様をご紹介させていただきます。静岡県立大学食品栄養科学部特任教授、富士の国未来教育センター長、合田俊直先生です。合田先生は東京大学大学院医学系研究科博士課程を修了後、米国アリゾナ大学留学を経て、1987年静岡県立大学開学とともに食品栄養科学部に赴任。消化吸収機能調節の分子栄養学から生活習慣病発症、進展予防の応用、実践栄養学までの幅広い教育と研究に従事、食品栄養科学部長、副学長を歴任。この間、文科省グローバル COE プログラム、知の拠点、整備事業等により健康長寿に関わる教育研究と地域貢献事業を推進。2015年富士の国未来教育センター長、2021年特任教授となり現在に至ります。続いて九州大学大学院農学研究院生命機能科学部門食糧化学工学講座食糧化学分野主幹教授、立花博文先生です。立花先生は1987年九州大学農学部食糧化学工学科をご卒業、1991年九州大学農学部食糧化学工学科博士後期課程退学後、九州大学大学院農学研究科助手、1994年講師、1996年助教授、2012年教授を経て現在に至ります。2012年から14年、九州大学食品機能デザイン研究センター長、2014年から16年、日本学術振興会学術システム研究センター研究員、東京大学、お茶の水女子大学、名古屋大学、広島大学などの非常勤講師に従事、緑茶カテキンの機能性発現メカニズムの解明とその応用研究に対して日本農学進歩賞、日本学術振興会賞、安藤桃福賞優秀賞、文部科学大臣表彰科学技術賞、飯島藤十郎食品科学賞、日本栄養食糧学会賞などを受賞。専門はフードケミカルバイオロジー、食品成分の機能性に関する分子的基盤の確立と食による疾病予防への応用展開研究を推進されています。そして伊藤園中央研究所所長、衣笠仁です。1986年日本大学農獣医学部を卒業し、株式会社伊藤園に入社、中央研究所に配属、茶の香りの研究に携わります。特に飲料の製造時に起こる品質変化に関する研究を専門とします。2007年開発部開発6課に移動、緑茶飲料の開発に携わります。2013年中央研究所に移動し現在に至ります。最後にパネルディスカッションのモデレーターのご紹介です。本日モデレーターを務めていただく株式会社三菱総合研究所ヘルスケア&ウェルネス本部健康医療グループ首席研究員の大橋武雄氏です。1999年3月慶応義塾大学大学院理工学研究科管理工学専攻修了、同年4月三菱総合研究所に入社。入社以来各産業分野のヒューマンファクター、
人間中心設計分野の調査研究やヘルスケア分野のデータヘルス、健康経営に関する調査研究、コンサルティングに従事されています。さあ、それでは皆様にステージにご登壇いただきます。それではお願いいたします。皆様、改めて本日はよろしくお願いいたします。ではどうぞおかけください。ではここからのパネルディスカッションはモデレーターの大橋さんに進行を務めていただきます。大橋さん、お願いいたします。はい、お二人の先生方、そして衣笠所長、本日はどうぞよろしくお願いいたします。それから郷田先生、立花先生、ご講演どうもありがとうございました。今日はお二人の先生のお話も踏まえて、今回のパネルディスカッションとして健康長寿の秘訣は慢性炎症にありということで議論をしていきたいと思います。近年の研究で慢性炎症が多くの疾患の基盤病態となっていることが分かってきました。他方、コロナ禍で働き方や休み方も変わり、脂質異常症などの生活習慣病も増加していると言われています。ここでキーワードになるのが今日のテーマでもある慢性炎症です。本日のパネルディスカッションでは、なぜ今慢性炎症に注目が集まっているのかに焦点を当てつつ、その対処法や緑茶の活用についてディスカッションをしていきたいと思います。それではまず郷田先生、慢性炎症という言葉、視聴者の方々には、馴染みの薄い方も多いかもしれません。慢性炎症と糖尿病との関係、先ほどもご講演いただきましたけれども、そのお立場からなぜ慢性炎症が注目を集めているのか、どこら辺が問題なのか、もう一回改めてお話しいただきたいと思います。はい、先ほど来申し上げましたように、慢性疾患、現在の我が国におけます慢性疾患のポイントは、この肥満とそれから食後の高血糖にあるというふうに思います。そうしますと、食事の中では、早く食べ過ぎてしまうというような食べ方の問題でありますとか、あるいはいっぺんにたくさんを食べるような食べ方をしてしまう、そのようなタイミングとそれからリズム、そういったものが一つのポイントになると思います。でもう一つは、この肥満をいかに解消するかということでありまして、アクティブな活動的な生活の中で、水分補給をしながらこういうお茶をしっかりとっていただくというような形で、肥満が起こさないようなことということですよね。それからその飲料を取る場合に、このお茶の意味というものは、これはこの中には糖が基本的に少なくともおいしく飲めるというような問題がありまして、血糖値の急激な上昇を起こさない飲み物であるということは非常に大きな特徴でありますから、こういった飲料としてのお茶を十分活用して、1日に今数杯というものを取っていただきながら、仮にその炎症が徐々に進行していたとしても、それが次の異常な状態に進むのを防ぐことができるというお茶の活用の仕方がよろしいんではないかというふうに思いました。ありがとうございます。立花先生はいかがでしょうか。はい、今日もちょっと先ほど、お示しさせていただいたんですけれども、やはり急性炎症っていうのはですね、非常に熱が出たり赤く発疹が出たりとか分かりやすくって、でしかも収まったことで、ああ治ったなっていうのが自覚できて、非常に対応しやすいんです、自覚しやすいんですけども、慢性炎症は例えばその脂肪組織で起きてるなんて、そのまま目でも見えませんし、自覚もしないと。でそれがどんどん時間が経っていろんなところで、病気という形で、出てくるわけでして、やはりだからそれはやっぱり日頃ですね、そもそもやっぱりそういった慢性炎症の原因となるようなものをですね、やっぱり、取り入れないといいますか、寄せつけないみたいなことを、やはり少しやっぱりこう皆さんがある程度こういうものを知っていただいて、まあ、少しこう日常の生活で、そういったなりにくいような食生活、生活習慣を身につけることが大事かなと思っています。でさらにでも、なってしまったらなってしまったで終わってしまうわけじゃなくて、やはりそれをさらにそれを、進行を抑えてしまうと慢性炎症をできるだけ和らげるようなものも実はあるんだと
で今日ちょっとご紹介申しましたようなお茶に含まれますカテキンなんかをより摂取するということもそういった一つの手段となり得るんだろうと思います。以上です。ありがとうございます。今日の先生方の講演はこの慢性炎症を知ってもらうための非常にいいきっかけになっているかなというふうに思います。それでは衣笠所長はいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。サイレントキラーという言葉があります。静かなるこの殺し屋というような感じですけど、気づかないうちにこう病気などが進んでいくというような時によく使う言葉ですけども、今日先生方のご講演、聞かせていただきまして、まさにこの慢性炎症っていうのは、このサイレントキラーそのものであるというふうに思いました。はい、確かにサイレントキラーという言葉はとても怖い表現ですよね。それでは、合田先生、なぜ今注目されているか改めてお聞かせいただけますでしょうか。はい、この生活習慣病の中で、壮年期に起こる、疾病としては肥満から来るものがやはり多くあります。で、先ほど申し上げましたように、この内臓脂肪蓄積型の肥満のところからさまざまなものが、次々と起こってくるということで、その中の基本には、免疫細胞が活性化しすぎてしまうということだというふうに思います。で、この免疫細胞の活性化をいかに防ぐかということ、暴発を防ぐかということが実はいろんな病気にこう関わっているということでありまして、そこのところを抑えることのできるそういう生活のスタイルというのを見直すということが今求められているんだというふうに思います。ですから今その栄養の問題からしますと、現代はその栄養の過多の問題、肥満から来るメタボリックシンドロームですよね、それから不足の状態、これは特に高齢者の問題と、それから妊娠期の女性の問題があります。で、こういう栄養の不足の問題から来るものと過剰の問題が来るものと両方に対していかにそれを抑制するかというこう視点を取ったときに、壮年期の場合にはこの慢性の炎症をいかに防ぐかということが重要だということになると思います。で、今日はお話申し上げませんでしたけれども、高齢者におけるフレイルの対策にしましても、やはりこれは炎症ということは非常に重要な要因になっています。高齢者が例えばその感染症に対して非常に抵抗力がないというようなことがありますけれども、そういったものもこの慢性炎症がなければある程度防ぐかもしれないということがあって、まあ、筋肉の代謝などフレイルに関わるような臓器の障害というものを起こさないようにするためには、この慢性の炎症の状態に陥らないように日頃からの生活スタイル、特に食事に気をつけるということが現在求められているんだと思います。ありがとうございます。先ほどのご講演でも自覚がないというようなお話もありますけれども、糖尿病とかだけではなくて栄養の不足とかフレイルとかいろいろなところに発展するということが分かりました。立花先生はいかがですか。補足するところとかございますでしょうか。特にあれなんですけれども、やっぱり私は食品の機能性の研究をずっとやっておりまして、まあ基本的にはやっぱり動物をずっと相手にやってること多いんですけれども、やっぱりですね、結局やっぱりこれ炎症がやっぱりいろんなところでですね、がんを見るにしても筋肉が衰え萎縮するとかですね、あるいは私今日はお話ししませんでしたけれども、アレルギーを予防するとか、そういったものがもう様々な疾病、いわゆる病気と言われるもののやっぱり根底にあるものはやはり炎症だなと思っておりますし、やはり逆に言えば炎症に対して、効果的な食品や食品成分というものはそういった病気に対しても、効果的だなというのを、感じております。ただ慢性炎症という言葉自体は私自身もそんなに昔から意識してたわけじゃなくて、ここ最近のことですけど、やっぱり慢性炎症を抑えるということがいろんな病気の疾病予防等につながるんだなということを、最近特に感じている次第であります。ありがとうございます。お二人の先生からいろんな疾病につながるということを改めてお聞きしましたけれども、衣笠所長いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。またちょっと例えで申し訳ないんですけども、メタボリックドミノという言葉があります。
あまり皆さん聞いたことない言葉だと思いますけども、ドミノ倒しっていうのを皆さんご存知だと思いますけども、たくさんこう四角いパイを並べていって、一番初めのパイをポンと倒すとバーッとこう並べたパイが倒れていくと、これ が、ドミノ倒しですけども、このメタボリックドミノっていうのは、まあ、ちょっとここにこういう模式図があるんです。これはメタボリックドミノをドミノ倒しに例えて、まあ、説明する、この資料なんですけども、このメタボリックドミノっていうのはこの、こうあれですよね、メタボリックドミノっていうのはこの肥満などこういったようなものが、によって、生活習慣病が一気にこう発生していくというようなこと、これをメタボリックドミノと言いますけども、まあ、何か言いたいかと言いますと、この肥満っていうのは非常に怖いものであって、この慢性炎症を生じて、それですぐに今度はメタボリックドミノを、発症します。そうすることによって、この生活習慣病が一気に発生していって、それで全身に悪影響を与えてしまうというような、非常にこのやっぱりこの肥満というのは怖いものであるというようなことが言えると思います。ありがとうございます。すごく分かりやすいイメージを今提示していただいたと思います。日々の生活習慣がこのドミノのスタート地点にあって、次々とその先に、さらに大きなドミノにつながっていってしまうということが皆さんにも分かりやすかったかなと思います。そうしましたら この状態をどこかで食い止めなければいけないというのが、この慢性炎症のお話につながっていくかと思いますけれども、ここからはですね、じゃあ慢性炎症にならないために、その食習慣についてもう一度少し掘り下げていきたいと思います。基調講演でもありましたけれども、改めて慢性炎症を防ぐことが必要ということはありますけれども、郷田先生の方からもう一度予防のポイントですね、ここおさらいをお願いいたします。はい、まずこう内臓脂肪の蓄積を起こさないということは極めて重要なことです。したがって食生活の面からすると、この肥満を起こさないような食事のあり方ということになるというふうに思いますが、これは食事のタイミング、量、そういったものがかなり関わっています。急激な食事、ドカ食いをすると、脂肪の蓄積、非効率が非常に良くなる、あるいは夜遅い時間に食事をとるということを習慣づけますと、非常に効率よく脂肪が蓄積してしまう、そういうことがありますから、一日の生活スタイルを考える、食事のタイミングも考える、これが極めて重要な意味を持っています。これがその内臓脂肪蓄積から炎症について考えるというやり方だというふうに思いますが、それと同じように3回食事をしている中で血糖値がどう変化するかということを考えていますと、ここを食事から来る炎症を防ぐためには、食事による血糖値の上昇をいかに調節するか、コントロールするかが極めて重要な意味を持っています。でこの私たち日本人がです、取ってきた食事の文化というのは基本的に稲作の文化でありまして、この穀物を中心としてエネルギーを確保しながら、さまざまな食品を、そのおかず、主菜副菜として揃えて食べる、そういう文化をずっと作ってきたわけですね。でそれによっていろんな食品を取ることができる世界でも、まあ、優秀な、食品の品目数の多いバラエティに富んだ食文化ができたということです。その中心にはやはり穀物があるので、穀物から来る血糖値の上昇をいかに防ぐのか、ということになろうかというふうに思います。穀物は例えば、まあ、パンでありましたら全粒粉を使うという工夫でありますとか、米の場合には、大麦などを使うというのが実際に効果あるということが分かっています。そういうことを考える。さらにこの飲み物としてお茶を考えたときにですね、やはり、一般的な、まあ、飲料に比べると糖がとてもなくても美味しいということは大きな特徴でありますから、これが食事のときに水分補給としてお茶を使うという、まあ、文化は、血糖値の急激な上昇を抑制するという意味では極めて理にかなったものだというふうに思います。このように、食事全体を考えたときに血糖値が上がりにくいような食事の仕方、
食べる、まあ、順番もあるでしょうし食べる速度もあるでしょう、そういったものの中にお茶を使いながらゆっくり食べるような、食べられるようなそういう環境で食べるということを見直していいんではないかなというふうに思いました。ありがとうございます。特別なことをするというよりは日々の、食べ方の工夫それから食事の時の飲み方の工夫というのが、大事なんだなということ分かりました。せっかく今飲み方のお話出ましたけれども、テアニンなどの成分とか水分補給とかですねあるいは先生が日頃工夫されていることなど配慮されていることなどありましたら具体的に教えていただけますでしょうか。はい、ですね、お茶にもさまざまな成分があって美味しさがそれであります、冷たくても美味しいそれが温かくても美味しいという飲み方がありますけれども、このカテキンエピガルカテキンガレートを中心としたカテキンの作用を考えたときには、それは立花先生がおっしゃったようなさまざまな効果があって、期待して飲めるということだというふうに思います。ただ飲料として飲む場合に特に若い世代の方々の飲料としてはこのペットボトルのような形で水分の補給として飲むということを一般に広まっていることはこの我が国のこれまでの飲料の歴史から見ると非常にいい方向に来ているのではないかなというふうに思います。お茶の味わいを楽しみながらですね水分補給で摂るということは血糖値を上げないでも水分補給ができるということを意味しますのでそれがさらに味としてテアニンなどを含むと非常にまろやかな味になりますからそういったものをうまく活用しながらこの若い方でもおいしく飲めるようなそういったお茶というものはやはりこれから必要だと味についてもこれから非常に重要な意味を持っているんじゃないかなというふうに思いました。ありがとうございます。具体的にどれぐらい1日飲んだらよろしいでしょうか。はい、今日のお話の中ではですね、ラットのモデルを使って、お茶の濃度を変えて、カテキン、エピガロカテキンガレットの投与量を変えた食事を与えたという実験をしましたけれども、ちょうど一番効果があったのはお茶人でいうとお茶で 4,5 杯までだと思います。でそれを2倍になると少し多すぎるんではないかなというようなそういうデータになりました。少ないとやはり効果もちょっと少ないんではないかな。少なくとも直線的に効果ありますから、ゼロよりは1杯のがいい1杯より2杯のがいいということだと思いますが 4,5 杯までは効果かなり期待できるというふうに思います。ありがとうございます。1日 4,5 杯ということは衣笠所長だいたい1リットルぐらいですかねの量としては 4,5 杯だとどれぐらいになりますかね。そうですねだいたい、1リッターぐらいだと思いますね。ありがとうございます。それぐらいであれば無理なく実践できそうかなというふうに思いました。ありがとうございます。ところで立花先生ご講演の中でですねカテキン受容体のお話があってでそれらが炎症を含む多くの機能性発現に関わっているということをすごく興味深く拝見してました。最初の講演の冒頭の方に古くからお茶の話が効果お茶が効果を持つっていう話もあったんですけれどもこの研究で発見されたところのエピソードとかもしあればお願いいたします。そちらの方ですか。やはりカテキンがですね体にいいということ多分我が国で非常に注目を受けたのは多分お茶をたくさん飲まれている地域の方でがんの発症率が低いという疫学の研究が発端だったかなと思ってます。それでやはり世界中でお茶のさらにカテキンの抗がん作用抗がんメカニズムの研究が非常に盛んに行われてすごくやっぱりカテキンは面白いなということで、非常に多くの研究者を魅了してきているんですけれども私どもはそれがなんでそんなにカテキンが効くのというそもそもの話ですね。そこから今日ちょっとお話紹介申し上げましたように実はがん細胞に非常に多くたくさんがん細胞が作っている 67LR というものに EGCG がベタベタくっつくからカテキンはがん細胞に効果を発揮するんだよということが分かってで実はそれがいろいろ調べていくとがんだけじゃなくってですね抗炎症作用にも重要な鍵を握っているそういったセンサーが細胞にあるんだということで今回の研究につながっているんですけれどもただそういった研究をやってますとですね、今日は一方向の聞く話ばっかりしましたけれども、実はその一緒に食べるものが
実はカテキンの効きを悪くするっていうのも実はありまして、今日は抗肥満作用維持支持効きますよって話しましたけども、実は括弧書きがあってですね、飽和脂肪酸、今日はちょっと飽和脂肪酸の話しましたけども、例えば、動物性の油に比較的多く含まれます飽和脂肪酸で、太らせたネズミに対しましてはカテキンが非常に効きが悪いというのも同時に見つけました。でそれをよくよく調べますと、先ほど来私は何べんも強調してますけども 67LR という分子からの信号の流れがどうも飽和脂肪酸で太らせたネズミでは信号が滞っていると、信号がなかなか伝わらない細胞に、その結果抗肥満作用が出にくいという状況があるということが分かりました。すなわちやっぱり食べてる飲んでる量、一緒に食べてるものにものすごく実は影響があるんだということなんですね。ですので何かいいからといってそれを一方向にたくさん取ったらそれで終わりではなくって、やはりいろんなものを一緒に食べ合わせる、実はこのカテキンの効果を高めるものとして、実は緑黄色野菜に多く含まれるようなビタミン A の元となるベータカロテンとかですね、あるいは柑橘に多く含まれますようなポリフェノール、あるいはネギ科植物に多く含まれる、まあ、例えば代表的なニンニクなんですけども、ニンニク由来の成分なんかがですね 67LR からの信号をですねうまく伝えるサポートをしてくれて、カテキンの効きを良くするということも別途私どもは確認しております。ですのでお茶をただ飲むだけではなくて何と一緒に食べて飲むのかというところも実は慢性炎症を予防するのには重要なことかなというふうに思っております。ありがとうございます。ベータカロテンとかポリフェノールとかまた重要なキーワードをいただいたと思います。単に、食べるものを工夫するだけではな、逆ですね、食べ物と飲み物をうまく組み合わせるっていうだけではなくて食べ方にもやっぱり注意が必要なのかなというふうに思いました。あとやっぱり緑茶というところがそのカテキン受容体の存在を考えるとですね、やっぱり緑茶をしっかり摂るということが慢性予防のつながりに慢性炎症の予防につながると考えてよろしいでしょうかね。そうですね、私もずっと基礎研究をやってる限りにおいては極めて上位にカテキンは抗炎症作用を持つものとして挙げられるというふうに思っております。ありがとうございます。参考までになんですが、濃度とか緑茶の濃度とかですね、濃いめのお茶とか薄いお茶とか皆さん好みもあるかと思いますけれども、そのあたりで、目安というか工夫というのはありますでしょうか。先ほど郷田先生もおっしゃられてましたけれども、私どもの感覚から言ってもやはり 2,3 杯ではちょっと難しいんじゃないかなと、やはり 4,5 杯以上は飲んでいただかないと満足な効果は得られないんじゃないかなというふうに思っております。ありがとうございました。そこから立花先生は緑茶とヘスペリジンの組み合わせが肥満にいいという発表も最近されたと伺っておりますけれども、はい、昨年そういった動物試験でですね、柑橘由来のポリフェノールと緑茶を一緒に取ってもらうと抗肥満作用がですね、従来言われているようなカテキンほど取らなくてもですね、抗肥満作用が出るということを人の試験で実証することができました。で、そういったことがですね、他の抗肥満作用以外、抗肥満作用も炎症がかかってますけども、炎症がかかっている他の疾病等の予防にもですね、効果的なんじゃないかなということを、今後またやっていきたいかなというふうに思っております。またカテキンとそういう柑橘のポリフェノールっていうのが実は私どもが研究やってその後調べて分かったことなんですけども、疫学の研究で、ある地域の日本のある地域の方々が、お茶とみかんをですね、たくさん取っておられる、両方一緒に取っておられる方がそれぞれ単独で取っておられる方以上にがんの発症率が低いということが疫学の研究で論文で報告がございました。ですので私どもの研究というのはひょっとしたらそういった疫学の裏付けとなりますか、そういった一つの根拠になりうるんじゃないかなというふうにも思っております。ありがとうございます。柑橘系というのは新しい視点かなと思います。さらなる先生方の研究をお待ちしたいと思います。衣笠所長、伊藤園の中央研究所さんでも、体脂肪の研究をやられていると伺っておりますが。はい、ありがとうございます。当社でも、2003年から、お茶のカテキンによる、この脂肪の吸収抑制に関する研究を、進めてまいりました。
ちょっと少し、ご紹介させていただきますと、この摂取した脂肪っていうのは体の中ではそのままの形ではなかなか、吸収はされません。膵臓からこう出てきますリパーゼという酵素、これによって脂肪は小さく分解されます。この分解された、脂肪は、次に、胆汁酸ミセルという液に取り込まれて、それで、小腸から吸収されるというようなこと、これが体の中でこう起きています。でお茶のカテキン、特に、今出てきておりますガレード型カテキンというカテキンは、この、リパーゼの分解する、作用をブロックしてしまいます。でブロックしてしまいますと、この油は分解できなくなって吸収ができなくなってしまう。この吸収できなくなった脂肪というのはそのまま体の外にこう排出されるという、そういったようなことで、こういったような働きによってこのガレード型カテキンというものには、脂肪の、吸収抑制が、あるというようなことが明らかになってまいりました。はい、ありがとうございます。ガレード型カテキン、新しい名前が出てまいりました。これはどのくらい取ればよろしいでしょうか。はい、この、脂肪の、吸収抑制に関する研究の、中では、だいたい、食事等の際にだいたい200ガレード型カテキンで 200mg ぐらい、摂取していただければ、こういったような効果が期待できるのではないかというふうに考えられます。この200ミリグラムというとなかなかこう目安としてわからないというようなことだと思いますけども、少しこう濃く入れたお茶の抽出液、これを、だいたい食事の際に2杯から3杯ぐらい取っていただくというような感覚だと思います。そのくらいなら、無理なく取れそうかなというふうに思いました。太らない秘訣についても何かあればお願いします。はい、ありがとうございます。太らない秘訣というようなことですけど、先生方 の声の方にもありましたけども、やはり過食、食べ過ぎっていうのはやはり、そういった原因の大きな原因の一つだと思います。やっぱりこう体の中に入ってくる量がエネルギーが多くて、で出ていくエネルギーが少なければ、この余ったエネルギーっていうのは体にこう蓄積してしまいます。脂肪として蓄積してしまいます。ですので、やはり、食事をとる際はやはり食べ過ぎというようなことは非常に健康長寿の、秘訣ではなくて、この食べないということはやはり健康長寿の秘訣であるというようなことで、食事は腹八分というのが非常にいいんではないかというふうに思います。腹八分目ですね。はい、身に染みます。よくわかりました。緑茶はいろいろな食事に合いますので、上手に付き合うことが大事と言えそうですかね。お茶も食事にいろいろ合うことがわかるという根拠も、いろんな根拠もいただいたと思います。ここまでで視聴者の皆さんにもだいぶイメージが伝わったんじゃないかなと思います。それではここで一般視聴者の方からの質問をお受けしたいと思います。では私から視聴者の方々からいただいた質問、いくつか読み上げさせていただきます。まずは合田先生にいただいております。高脂肪食とは例えばどのようなものですか。合わせてこちらの質問もいただきました。慢性炎症のコントロールにはどのような食事コントロールが必要でしょうか。この2点についてお答えください。はい、私は高脂肪食と申し上げたのは、例えば人で言いますと、食事摂取基準というのがあって、一つの指標があります。でこれはし、脂肪から来るエネルギー比率で20から30%の範囲ということですから、30% を大きく超えるものは高脂肪食と言えるというふうに思います。ただし脂肪も質がかなり違いまして、飽和脂肪酸を多く含む動物性の脂肪と魚の油、植物から来る油、基本的に作用が全部違うと思っていただいていいと思います。エネルギーとしては同じなんですけれども、もともと体に対する作用は全く違うというふうに考えていただいていいので、飽和脂肪酸を多く含む食事をたくさん摂るということが
この例えば実験的にこの炎症を起こさせる場合には人です。逆に言えば通常の食事の中では飽和脂肪酸はある含め、大量に含むものは避けるというような基本的に考え方は正しいというふうに思います。脂肪の量はそうなんですけれども質を十分考えていただく必要があるかなと。それがこの肉ばかりではなくて魚も加えようということの一つの意味だというふうに考えていただくといいと思います。それから慢性炎症を防ぐための食事なんですけれども、おそらくですね一つずつの食品成分にはさまざまな効果ってやっぱりあるんですけれども私たちは取っているものはそのものを取っているわけではなくて食事として取っています。1回1回の食事の中にどういったものをどれだけ組み合わせて取っているかということが実は食事の意味なんですね。そういう意味では食事というものは極めて、たくさんの要因を抱えたものだということを言えると思います。ただそれを食事全体を評価しようとするとある指標を持ってやらなければいけないということがありまして、考え方としてはですね健康な食事という概念があります。でこれは食事基準のようなものにどれだけ合ってるかという考え方なんですけれども個々の栄養素でいうと非常に複雑になるのでもっとシンプルにします。例えば、取りすぎるとかなり危険があるもの例えば飽和脂肪酸でありますとか食塩でありますとかそういったものはマイナスの点数をつける。それから野菜果物そういったものを取っていればプラスの評価をするというような形でですねプラスとマイナスをカウントしてどれだけ質がいいものかっていうスコアをする考え方があります。この中からするとこの講演の中で申し上げた日本人が取ってきた日本型の食事というものはかなりそういった面では飽和脂肪酸が少なく食塩だけが多いのでそこだけは何とかしなければいけませんが野菜、魚、果物その中にお茶がある緑茶があるということですから緑茶もプラスにカウントできるものだと思います。で最近ではもう一つですね食品の成分を使った食事の質の評価という方法が開発されていてこれから非常に特に食品を開発する側の視点で必要になってくるものだというふうに思います。これ炎症的切り口で評価しようというものです。食事性炎症指標とこう言うんですけれどもこれによりますと例えばお茶のカテキンはかなり抗炎症の点数が高いものというふうに位置づけられています。でその他にも、抗炎症のもの基本的に以前から言われていた抗酸化食品成分というものは抗炎症のものが極めて多いです。でその効果かなり言われておりましたからもう一度その炎症という見方をしますと私たちが通常食べている、農林水産物から来る食品それぞれの総得点のようなものを考えていていいのかなと思います。その時に推奨すべき食品の中にはこのようなポリフェノールをたくさん取ることのできる飲料を取ることのできる緑茶というものはカウントできるというふうに考えています。ありがとうございました。では続いてのご質問立花先生にいただいております。医療機関を受診すると食事、睡眠、運動の大切さを説明されることがあります。食事のほかに睡眠や運動と慢性炎症、サイトカインとの間にはどのような関係性があるのでしょうかといただきました。はい、私はあまりその辺が詳しくは正直ないんですけれどもやはり例えば運動と食事の関係で言いますとやはり運動することによって、ですね今日私の今日の研究というかですね紹介で申し上げたかったのは食品の成分が私たちの体でいろんな働きをするためにはセンサーというものが大事だというお話をさせていただきました。でそういうセンサーというものは別に皆さん10人いたら10人が同じレベルにあるのではなくてですね、例えばその健康運動してるかしてないか多分ですけれどもこれも疫学の研究でもちょっとやったんですけどもやっぱり睡眠をしっかりとっておられる方とそうじゃない方でそのセンサーのレベルにちょっと違いがあるなということもありました。ですので
そういった、まあ、運動する習慣だとか睡眠をしっかりとっておられるかとってないかって形の違いが、実は同じ食品を食べてる飲んでることによってもそれの受け取り方に差が出てきて、まあ、それによって、炎症を防ぐ防がないというところに影響が出る可能性はあるかなというふうに思っております。ありがとうございます。3問目のご質問も立花先生にいただいております。カテキン受容体には他のポリフェノールも結合するのでしょうかといただきました。お願いします。はい、すごく専門的な話なんですけども、実はありまして、一つはウーロン茶に含まれるポリフェノールに、ウーロンホモビスプラバン B という非常に特殊な名前がついているんですけども、まあ、実はウーロン茶に非常に豊富に含まれる特徴的なポリフェノールですけども、それもこのレセプター 67L に結合して EGCG と同じような作用を示すということを見ております。それともう一つ、私ども最近見つけたことは、チョコレートやワインに多く含まれるですね、プロシアニジン C1 というですね、これカテキンが3個くっついた形なんですけども、そういったものも実は 67L に結合して EGCG と同じように細胞に働きかけるということが分かりました。ただ他のポリフェノールは私ども散々いろいろ調べてるんですけども、例えばケルセチンとかですね、ミリセチンとかいろんなポリフェノールが食品植物由来の成分でたくさん入ってるんですけども、そういったポリフェノールは 67L とは結合しない、作用しないということ を見ております。ありがとうございます。では続いての質問、合田先生にいただいております。慢性炎症の予防は何歳から気をつければよいですかといただきました。はい、生活習慣病で考えますと、これは、非常に若いところから生活習慣のリスクは今上がっているということになっています。まあ、小学校のところから肥満の子どもたちが増えている、まあ、やその子どもたちもいるんですけれども、そういう差が大きくなってきたということがあって、この肥満を抑制するという観点からすると、非常に若いところからこの炎症を防ぐための、取り組み、おそらくそれは食事、それから生活スタイルですよね、肥満を起こさないの生活スタイル、こういったものを、まあ、小学校あるいはもっと前の年代から、家庭でも学校でも行うことがまず必要なんだというふうに思います。それから、この慢性炎症ということは、成人だから、あるいは年を取ってから起こるということではありませんで、感染に対する防御機構というのはある程度年を取ってきますと起こってまいります。ですから極めて若い時であっても血糖値が急に上がるということに対して、非常にこの免疫細胞が暴発してしまうということがやっぱり起こります。したがって、早くから、まあ、そういったような肥満でなくても血糖値が急に上がるような食生活をしていると、さまざま臓器の障害が起こりやすい、ということはありますから、例えば膵臓に障害が起こって早期に糖尿病が発症してしまうということも若いうちからあり得るので、そういったことにやっぱり気をつけていただく、食生活の極めて、若い時から取り組むべき必要なことがあるというふうに思います。ありがとうございます。では最後の質問、衣笠所長にいただきました。伊藤園さん、緑茶はどんな食事に合いますかというご質問です。はい、ありがとうございます。まあ、当初 の研究所でも美味しさに関する研究というのは、行っております。で、まあ、その結果いろいろと、研究した結果、やはりこうまみの多い食事に緑茶というのは非常に相性がいいというようなことも分かってきています。緑茶の中のうまみ成分であります、アミノ酸、まあ、その中の、まあ、成分、それとあとお肉やお魚の中に入っています核酸系の成分っていう旨味成分ですけど、これが合わさることで非常に旨味が増強するというようなことが分かってきております。はい、で、まあ、最近ですと若い人たちが食事の時に、甘い炭酸で食事をとるというような、そういったような調査も、こうありますけども、ぜひ、食事をの際だとかいろいろなものを食べる際には、やはりこの慢性炎症を防止する意味でも緑茶
の引用を進めさせていただきたいと思います。ありがとうございます。本日はたくさんのご質問をいただきました。ありがとうございます。お時間の都合上、質問は以上とさせていただきます。それでは大橋さん、本日のディスカッションのまとめをお願いいたします。はい、本日は慢性炎症を防ぐ食習慣についてさまざまな観点からご議論いただきました。慢性炎症の理解促進のために動画をご用意しましたので、そちらをご覧ください。慢性炎症の原因の一つが食後高血糖です。若い人や痩せている人がなることも。肥満、早食い、どか食いをする人も要注意です。食後高血糖とは、食後血糖値が急激に上昇し、ピーク値、血糖値スパイクが異常に高い状態。空腹時に行う健康診断では正常と判断され、気がつかないこともあります。摂取した糖分は小腸で吸収されて全身の血管に運ばれます。食後高血糖の人は、食後の血管内の糖の値が急激に上昇します。すると白血球が活性化し、炎症を誘発するサイトカインを放出。肥満や食後高血糖によって引き起こされる慢性炎症が、糖尿病の発症やその合併症の進行を加速させます。一方、緑茶に含まれるガレート型カテキン EGCG を糖と一緒に摂取すると、白血球の過度な活性化や炎症を誘発するサイトカインの過剰な放出が抑制され、脂肪組織や動脈などの慢性炎症も抑えられるのです。お茶に含まれるカテキンの一種がガレート型カテキン EGCG。 このガレート型カテキン EGCG と結びついて慢性炎症を抑制するものがあります。それが免疫細胞マクロファージや血管内皮細胞の表面にあるカテキン受容体 67LR です。お茶を摂取すると、ガレート型カテキン EGCG がカテキン受容体 67LR に結合すると、いくつかの物質を介して炎症を誘発する物質サイトカインが出るのを抑えます。さらにマクロファージなど免疫細胞が過剰に集まるのも抑えます。その結果、慢性炎症を防ぐことができるのです。はい、本日の議論から慢性炎症を防ぐ食習慣を3つにまとめました。まず、早食い、どか食い、肥満は慢性炎症のもと、食事と一緒にお茶習慣。続いて、柑橘類とお茶の食べ合わせで効果的に肥満を解消。最後に、食事は腹八分目、食べ過ぎないことが健康の秘訣。以上となります。ありがとうございました。以上、本日のプログラムは終了となります。 YouTube をご視聴の皆様、本日は第6回伊藤園健康フォーラム、緑茶による健康寿命延伸への新たな視点、慢性炎症の抑制をご視聴いただきありがとうございました。
本配信のアーカイブは YouTube に残りますので、ぜひそちらもご覧ください。また YouTube の概要欄におきましてアンケートフォームをご用意しております。ご回答いただいた方にはもれなく抗菌効果のあるカテキン加工を施したナイロン不織布を使用、緑茶から生まれたカテキンマスク5枚入り1セットを送付させていただきます。ぜひご回答のほどよろしくお願いいたします。ズームをご視聴の報道関係者の皆様におきましては、引き続き質疑応答のお時間とさせていただきます。一般視聴者の皆様、改めて本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。